にも話したけど、今ひとまずできる限りの準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われたの。助けてくれるの？ここに長英師匠がしばらくいたんじゃない？もしかしたら。お兄ちゃんお願い、長英。逃げてったぞ。ありがとう、まさか。おっと、ごめん、自己紹介がまだだった。私は長円。あの子に、まさか影縫いの針の近くで。だから、そ、私はパニックになりながらも小石を持ったまま、ほとんど置いてきたよ、ラゾーリ。それと、ああ、知らない。ああ、でも彼女はもう、娘のためだよ。ニエガちゃんの病状が一、でも幸いなことに。それから、あの子の体調は徐々に回復していってね。まだか、ニエガちゃんは、よくあの白年に、あと何日かしたら、ニエガちゃんの誕生日。そっか。ありがとう。さて、そうだ。小石を取られずに済んだのは、大事な小石を守ってく、うん、気分もちろん、おいだあ、それが何なのかは。